フランスの鉄道史。フランスの鉄道の歴史は19世紀初頭に始まり、高速鉄道 TGV の発展などが見られる、現在に至る。19世紀初頭、フランスの鉄道建設はタンク間の工業用鉄道から始まった。最初の路線は1832年に開業したサンテティエンヌリヨン間58キロの路線で旅客営業を行い、 並行する運河との競争にも勝った。1837年には、パリ、サンジェルマンイコールアンイコールレー当初はその対岸ノルペックまで、間の路線が開通、パリ周辺における最初の鉄道となった。1841年に、ストラスブールバーゼル間140キロに開通した鉄道は、ヨーロッパ初の国際路線であった。しかし、1840年代初頭では、 フランスの鉄道網の進展は、イギリス、ドイツ、ベルギー、アメリカ合衆国といった産業国よりも劣っていた。政府の関与はなされず、小規模の民間事業者による鉄道が散在していたのみであった。1842年、フランス幹線鉄道建設法、ロイ・レラティブ・リットル、イテイブリズメント・デ・グランズ・リーニ・デ・シャモン・デ・フェア・エン、フランスが制定され、これ以降、 政府の後押しを得て、鉄道建設の動きが加速した。その仕組みとしては、官民共同による独自の形態で、政府が用地の購入と基礎構造物、構造物、建造物の建設費の補助を行った上で、上部構造物、レール、駅などの施設と車両を製作した会社に対して、路線の独占契約を認めた。この法律で定めた計画路線は、 パリを中心とした放射状路線7本と地方間路線2本であり、制定者の名を取って、ルグランの星、イトワール・デルグランとも呼ばれた。この鉄道網の大枠は1860年代までに完成し、現在に至るまでフランスの鉄道網の幹線となっている。これ以降は、幹線網から外れた地方をカバーする支線の建設が進められた。 民間企業の独力によるのではなく、政府の支援と関与のもとに、鉄道網が形成されたのが、フランスの特色である。このような鉄道会社と政府の強い結びつきは、国民生活のあらゆる分野を規制する巨大な官僚性と、政府機構を有するフランスの歴史と関係しているとも、言える。さらに、大陸ヨーロッパでは、軍事面から鉄道を活用する要請が強かった、ことも、 政府の関わりが強い一員と言える。当初の小規模事業者は1857年までには6大会社に統合され、それぞれが各地域を独占した。これらは南部鉄道を除き、すべてパリと各地域を結ぶことを目指し、地方間の利便性は軽視されたため、パリは便利だが、その他の地方は不便という結果になった。これらのほか地方には、 ローカル線を運営する中小の私鉄が存在した。1865年には、軽便鉄道に対する補助制度が発足している。1878年には、フランス西部の私鉄数社が国有化されて、国有鉄道、チェインデ・フェア・デール・エイタが設立された。さらに1909年には、国有鉄道は経営破綻した、西部鉄道を吸収し、六大鉄道網の一つに拡大した。 不仏戦争の結果ドイツ帝国領となったアルザスイコールロレーヌ地方の鉄道は東部鉄道から切り離されドイツ帝国国有のエルザスイコールロートリンゲン鉄道となった第一次大戦後に同地方がフランス領に復帰してからはフランスの国有鉄道だがエイタとは別組織のアルザスイコールロレーヌ鉄道となった 1914年にはフランスの鉄道網は世界有数の密度に発達し約6万キロの路線網を有した。その3分の1は狂気、ナローゲージの路線であった。自動車の普及は1930年代から鉄道に影響を与えた。特に狂気の路線は道路との競争にぶれて廃止されていった。多くの鉄道事業者が経営困難に直面した。 1938年、社会主義政権が幹線鉄道をすべて国有化し、政府が最大出資者で、職員は公務員の身分である公営企業の形態による SNCF、ソーシティナスヤナルデシーマンでファーフランケイズを創設した。フランスの狂気、ナローゲージ路線は1950年代までにほとんど消滅した。また、 1970年代にも不採算路線の廃止が相次ぎ、標準機のローカル線の多くも廃止され、現在の路線もは約4万キロとなっている。一方、鉄道の高速化に熱心に取り組み、1955年には直流電気機関車 CC7107BB9004 での試験走行により、時速331キロの記録を達成。T アキテール号などでの最高時速200キロでの営業運転実施してきた。戦後は自動車、航空の発達により鉄道輸送量は横ばいの状態が続いた。1981年最高時速260キロで当時世界最速の TGV が営業開始したことから1980年代より輸送量は増加に転じ、 その後も TGV の高速新線や路線網は拡大を続けている。1994年には A2 海峡トンネルによりイギリスと鉄道で結ばれた。欧州連合の規定の影響により、1990年代後半以降、鉄道事業の改革が行われている。列車の運行と施設管理を分離する気候改革として上下分離方式、 1997年には路線の施設管理事業を新設のフランス鉄道線路事業公社 R 会、会、デスフェレイでフランスが所管することとし、鉄道事業会計の長期債務も SNCF 本体から RFF に移管された。また、1984年には SNCF の地方輸送部門を 地域圏別に分割した地域圏急行輸送が発足していたが、1990年代以降、鉄道運営の地方分権化がなされ、このテアの運営に各地域圏が積極的に関わるようになった。国から地域圏への権限移譲が行われて、輸送計画の策定、運賃やサービスの決定、車両の調達などを各地域圏が行うようになった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。